問だね、アーニャちゃん。問題ない。アーニャ最近勉強頑張って。アーニャ様モノマネ上手ですね。アホっぽいところがそっくりです。次男嫌いだけどいいことわかった。歴史のテストは次男の心読めばいい点取れる。お月様もちょびっとこんにちはしてる。月齢か。半月後なら新月だな。天体観測でもするのか。やっぱり。そういや半月後はおーい勉強を。世界を救ったスーパー超能力者アーニャ。そんなアーニャにも弱点がある。ちょうどテストがエクリプスの日。つまりアーニャカンニングできなくなる。どうしよう、アーニャ史上最大のピンチ。そう、テストどうしよう。ぐっすり寝た。だから昨日勉強しようって言っただろう。それと並行して懇親会を。父心の声いっぱいすぎて勉強に集中できない。ほら、あなたも挨拶なさい。アーニャ胸焼けしてきた。スパイ対秘密警察、ワクワク。おじは父の正体気づいてない。父の勝ち。はすはす。なんだお前、元気なら勉強を始めるぞ。はい。別任務をこなす時間ができた。対決が決まった。テストの日はカンニング使えないから真面目にやらないと。今のはまぐれ、当てずっぽで書いた。アーニャ頑張ります。インペラルスカランになって偉い人になって母に美味しいもの食べさせたいと思ってるます。いい子。なんだこのいい子。こんなにも姉さん思いの。いや落ち着け。こいつはあの姉泥棒の娘なのだ。たぶか、目の前のテストなんかどうだっていい。その先の未来の大成した自分を見せろ。イエッサー。その未来で。どうだ、この文法はマスターできたか。文法って何。マジで時間の無駄。もう帰る、やってられん。